太郎です。太郎です。そんでーす。太郎さんが一番好きなレースカテゴリーは何ですか？ F1。 よし。ハハハハ。最速じゃないですか。最速ですねこれ、うん、はい、2文字ですかね。2文字です、はい、そこに至るまでこうちゃ結構こう語尾伸ばしてみたりしましたけど、30秒しか伸ばしてね、そうですね、稼げませんでしたから。そうですね、はい、不安ですよね。F1 ライフチャンネルですからね。これでいや僕ラリーのが好きなんですよだったら、いやラリーライフチャンネルやれやって話になっちゃうんで。確かに。まあ当然視聴者の方も ね、 そうですね、 F1 好きな、まあ、分かんないです、もしかしたら、いや僕はラリーのが好きなんだけど仕方ないから F1 ライブチャンネル見てると、うん、まあ、F1 が好きですっていう方もいらっしゃれば、 F1 も好きですっていう、うん、本当はインディーの方が一番好きなんだですっていう方もね、いろんな方がいらっしゃると思いますけど、うん、まあちょっとそれはね概要欄のアンケートでも取って、まあ、一番好きなカテゴリーをちょっと書いていただいて、まあでも世界的に見れば圧倒的に F1 のファンの数が多いとは思うんですけどね。そうね、まあ、浅い人深い人含めて、うん、何なんだろうね、まあ、そうですね、まあ、インディーもね、うん、超世界 三大レース、うん、一応世界三大フォーミュラとスーパーフォーミュラさんはおっしゃってる気がしますけど。え、そんなこと言ってんの？もう言ってないんでしたっけ？前でしたっけそれ。前はなんかそんな感じのことをおっしゃってた気がするんですけど、うん、まあ、三大レースっていうところで言っても、うん、インディ500は確かに、ね、うん、あれなんかインディ500のこと言ってるのね、うん、インディじゃなくて40万人とかね、うん、来ますけど、うんうん、それ以外のインディーのレースどうかというと、まあ言うてお客さんはそんなにね、そうだね、多くないし、うん、まあ、画面上から見てても、うん、まあそれで言うとルマンも、まあ、ルマンお客さん多いのか少ないのかちょっとよく分からないね、コースぐらいですけど、まあ、あの、なんですかね、ヨーロッパのレースの社会の中ではまあすごく格式が高い、モナコと並ぶぐらい格式高いレースではあると思うんですけど、まあただね、じゃあウェッグ他のレースはっていうと、まあ、格式もそんな高くないし、お客さんはもっと少ないしっていうね、うんうんうん、まあ、富士とか行かれた方は多分分かるとは思うんですけど、あ、そうか、富士で一応ウェッグやってるもんね、うん、まあ、そこで言うとやっぱね、 F1 はどこのレースでも、まあ、お客さん少ないよねって言ってもまあ、ね、うん、10万人近いお客さんは来るっていうのは正直あるん で、うん、でまあ、テレビ視聴者数とか、うん、まあ、テレビ視聴者数は結局テレビの放送をやってるチャンネルがどんだけ各国にあるかだから、うんうん、うちはウェックとかいらないっすってなれば当然見ようがないっていうのはありますけど、で、まあ、YouTube とかね、そういうのが垣根がないとこでももう再生回数とかチャンネル登録者数なんてもう全然もう別格だよね、全然別格ですもんね、うん、なんだろうねっていう、まあ、フォーミュラーEとかね全然少ないですし、うん、結構びっくりしますよね、あの YouTube の再生回数とか登録者数、登録者数はまあまあいると思うんですけど、うんうん、結構あれうちのチャンネルより少ないみたいな。なんだって世界選手権なのに何千とかってちょっとわけわからないですよね、確かに普通に、うん、まあ、ウェッグとかも結構そんなとこではあったりするし、まあ、インディーも言うほどそんなにはね、何十万回とかなってるわけじゃないし、そうね、だから、うん、意外に、まあ、インディーって言われても実際にじゃあインディー見たことがある人いるかって言うとそうそういないよね、うん、面白くないわけじゃないんですけどね、うん、まあ、なかなかそこは F1 はだからレース早いとかなんかクオリティが高いっていうのももちろんあるんですけど、うん、まあ、それと同時にまあエンタメ性もそれなりにやっぱりバランス取れてるのかなとは思いますよね、うん、レースいくら面白くてもマニアックすぎたら多分一般受けはしないから、うん、あんなに大勢の人には見てもらえないっていうのがあるんで、まあ、SF なんかはだから前はそうだったからすごく見に来る人の数もまあ、ね、ちゃんとお金払って見に来る人の数は少ないとか、うん、まあ、そういう再生回数とかも伸びないだったけど、そこがまあ少し最近バランスが取れてきたことで増えてると思うんで、うんうん、ちょっとそれが変な方向に行かないかなっていう心配はあるにしても、うんうん、まあ、最近そこは良くなってるとは思うんですよね、う
でもまあ現場に見て思うのは、まあ、F1 正直そのもうあらゆる面において別格。そうね、だから、うん、お金と、ね、お金のかかり方も違うし、うん、F1 やってるそれがどこの国であろうが F1 をやってるサーキットに一歩踏み、まあ、まあ踏み入れる前からですけど、うん、まあ、踏み入れた瞬間に同じサーキットでももう別世界がそこには広がっていて、うん、どこを歩いてもどこ行ってもどこ入ってもすごいじゃないですか。はーはーっていう。でもお前らが F1 好きだからそう思うんだろうって思うかもしれないけど実際そうなんですよ、うん、まあ、行かれた方は絶対に大したことないっていう人は絶対いないっていう自信があるので、うんうん、まあ、だって鈴鹿皆さんやっぱり行って、ね、F1 やっぱすごいなって思うと思うんですけど、うん、あれ鈴鹿のあの雰囲気っていうのは正直他の例えばヨーロッパのサーキットとかと比べると、うん、正直僕らからするとちょっと物足りないなと思うぐらいなんですよね。でもやっぱり鈴鹿の中で比べると国内のレースやってる時とか、まあ、レースない時と比べたらもう全然違う特別なあの雰囲気があるわけで、うんうん、それこの間伊藤選手も同じこと言ってましたよ、まあ、どこ今年ね F2 参戦してサポートレースで F1 やってる時に行くと同じサーキットでもそれこそ例えばイモラなんかはウェックで行って、うんうんうん、F1 でも F1 とか F2 でも行って、うん、やっぱ同じサーキットだけど全然 F1 の開催集が違うっていう雰囲気がやっぱそれはねやっぱすごいなと思うし、それはまあ実際お金かけてるから車とかそれだけじゃなくていろんなねエンタメ的にもショーとして盛り上げるためのまあ旗立てたりだとかね看板出したりだとかそういうところにもお金かけてるからまあそれは当然かなとは思うんですけど、まあだからこそ見る側としてはマニアックな人だけじゃなくてライトな層でも見ても楽しいし、それはテレビに関しても映像とかそういうのに関しても同じだけお金かけたり力入れてるから、うん、だからまあより多くの人が見れるものになってるのかなとは思いますけどね。だから映像なんかも何も考えずにふわっと見てはすげえなと思ってるけど、うん、やっぱり他のカテゴリーとはやっぱりその撮り方からカメラの台数から全部実は違う、その与えられているものが全然違うっていうことにまあ気づかないで普段見てる人タロさんも含めて多いと思うんだけど、だから他のカテゴリー見た時になんかつまんないなっていうのは実はそういうところにもあって、うん、だから F1 と全く同じカメラワークカメラの状態で例えば SF を、うん、全然見方違うと思います、ね、あれ SF ってこんなだったっけ、うん、っていう、うん、もっとエキサイティングに見えると思います、うん、とかドライバーの、ね、なんかコントロールの仕方とか、うん、まあ、チームがその時にどういうふうに動いてるかとか、うん、そういうやっぱ魅力をあらゆる面から見せる、うん、そこにフォーカスするっていうのはやっぱ F1 は、まあ、もちろんカメラの台数多いとか、うん、人が多いっていうのももちろんあるんですけど、うん、そこは魅力分かってるからこそこにフォーカスして伝えてるっていうのもあるし、うん、だからね、やっぱり今そうやってね、こう注目を浴びてるからこそやっぱそういうところもしっかり、だからまあお客さんだけじゃなくて関わる全ての人たちがやっぱりそういう世界を 見て歩く で肌身感じてもいい面悪い面それぞれ持って帰るっていうのはすごく大事なこと、それはレースに限らずどんな仕事でもどんな遊びでもそうだと思うんだけど、うん、だから、うん、まあそうね、食わず嫌いにならず、うん、まあ、どんどん見ていただければ、うん、参考になることしかないっていうぐらい、うん、楽しいすごい世界じゃないかなと思いますけど ね、まあ、ね、予算の違いがあるんで、うん、チームにしても、まあ、まあ一概には ね、うん、オーガナイザーにしても、うん、テレビブロードキャスターにしても、うん、同じことは多分できないと思うんですけど、うんうんうん、予算がまあ1桁以上違うんで、そう、ね、2桁、3桁違う、まあ、3桁まではいかないけど2桁が違うから、うん、まあ、そこまではできないにしてもでも参考にはやっぱなるし、絶対なると思う、ね、うん、それをある程度真似するとか、うん、まあ、もしくは応用するってことができるから、うん、最初からやらないっていうのとそれ知った上でやるかやらないかを選択するっていうのはやっぱ違うので、うんうん、そういうところもっといろいろ学べることはたくさんあるんじゃないかなとは思うし、まあ、F1 行くとやっぱりね、もう全てが全てのクオリティ感とか物量とかが違うから、うん、まあ、そこはやっぱ魅力がすごい感じるし、うん、まあ、すげえなと、もう何年行ってても何レース行っててもやっぱ思いますもん、そこは そうね、そこがなんか自分にとって当たり前になることはあんまないなと思って、うん、まあ、だからこうして
で今も我々こう喋っててたくさんの方が視聴していただいてて、で毎日更新しても毎日何万ね人っていう方が再生してくださってる、うん、だからそれはやっぱり F1 っていうもののコンテンツが強いから、うんうん、タモさん 見たくてじゃなくて F1 の話を聞きたくて、そうですか、うん、で仕方なくこのおっさん見てるからねおっさんじゃなかったらよかったな、まあ、何か 5人ぐらいは物好きな方がいて、ね、タモさんだからっていうのもいるかもしれないけど、基本やっぱ F1 だから、うん、皆さんねご視聴していただいてるわけなんで、太郎さんが広島野球の話してても多分誰も見ないですね、うん、まあ、3人ぐらい、あ僕も広島で分かりますよって人いたとしても3再生じゃんっていう桁がやっぱ違う、桁が違いすぎるじゃんっていうね、うん、そうそうそうってことになっていくんでね、はい、まあ、ということで、2秒で終わるはずの動画を、ね、無理やり F1 の魅力ということでお話をさせていただきましたけども、まあ、他のレースも面白いところはたくさんあるし、まあ、僕個人的には WRC は好きなんですけど、うん、まあ、でもやっぱそこはちょっとね不安は別格だなとは思います、うん、なので、まあ、そういう意味でいくと太郎さんが一番好きなレースのカテゴリーって聞かれてるんで、うん、僕は答えないという、ああ、そうだね、はい、だからそういう意味でいくと、まあ、基本的には、太郎さんはフォーミュラ好きなので、フォーミュラ好き、はい、だからまあ SF も見るしインディも見るし、うん、まあ、YouTube で F4 も見るし、フォーミュラリージョナルも見るし、うん、だから基本フォーミュラ好き、はい、で F1 が別格ということでございます、はい、でも F2 はその都度加入しかしてない、あ、そうそう、 F2 はその都度加入で、はい、まあ、某配信会社がもうちょっと下げてくれればね年計で入るんですけど、うん、ちょっと高すぎるやろっていうね、うん、だって F1 はだってネクストさんで見てますから、うん、鏡だ、配信サービスで見てないんで、うん、それにちょっとあの料金は払えないんで、はい、単発契約で見させていただいております、はい、ということで今回の質問いかがだったでしょうか、うん、お答えどうもありがとうね、たくさん喋って10分どうもありがとうって終わった方、いいねボタン、チャンネル登録、はい、F1 ライフバラエティグッズは F1 ライフすずり支店から、 T シャツパーカーは F1 ライフ公式ストアで、ありがとうございました。